もう横文字ばっかりで申し訳ないんですけど、ビットコインの現物の上場投資信託が、米国証券取引委員会に承認されると、結局俺たちはどうなんだみたいな話になるんですね。まず考察1、ビットコインの価格が当然上昇します。予測、1ビットコインが1627万になると言われています。今日が400万ぐらいなので、まあ、約4倍ぐらいに上がるんじゃないかなんていうふうに言われています。なので来年がビットコインの半減期なので、もしかしたら来年承認される可能性もあるし、この承認されてからしばらくして、要はまあ近い将来ですね、1年とか2年後には1ビットコインが1627万になるっていうような、ね、データも実際出てます。でその裏付け、なんでそうなるのかっていうのはですね、根拠としては金の ETF ですね。ビットコインというのはデジタルゴールドなんて言われたりしてますが、実際にここでもですね、はい、あのマネーロンダリング、金に革命をもたらすとかですね、このパウエル議長もですね、デジタルゴールドの役割があるなっていうのをね、このアメリカでの偉い金融庁の長官みたいな人が言ってたりしてるんですよ。なのでこのデジタルゴールドと言われてますんで、ビットコインも金の ETF に似た動きをするんじゃないかっていうふうに言われてます。はい。なんで2004年に金の ETF がここで承認されてから、4年でですね、一気にぐわーっと上がって、これが約370% 暴騰してますので、まあ、4倍もあながち嘘ではないかななんていうようなことが、まあ、裏付けデータとしては言われている一つの考察です。そして、注目度の上昇ということで、個人的にはこれがやっぱりですね、すごくいいなと思うんですけど、やっぱ機関投資家が活発に動いていくっていうことなんですね。はい。機関投資家、もう一度言いますけど、我々のお金を銀行とか保険会社とかに皆さん預けてると思うんですね。少なくとも銀行に預けてる人は多いと思います。そして保険も、保険料を払いながら、そのお金をね、掛け捨てだったり、積み立てだったりして、まあ、僕から保険に入ってくださってる方も今日いると思うんですけど、そういう保険会社とか、まあ、一般的に保険会社、銀行、証券会社っていうのはですね、その機関投資家と言われていて、お客様のお金で相撲を取ってるみたいな話なんですけど、そのお金を預かって運用して儲けてるわけですよ。なんで銀行っていうのはですね、皆さんに定期預金の金利を払い出すときには、当然その定期預金の金利以上に銀行は儲けてないと人件費とかも払えないじゃないですか。なので投資のプロであるんですね。はい。で、そういう投資のプロの人たちが、まあ、銀行であれば、預金者の金利という形でお礼を渡してたりとか、経営をしてたりするんですよね。はい。まあ、機関投資家、そういう金融の会社っていうのは、そういうふうに儲けてると。で、そういうお金っていうのが一部入ってくるというふうに言われてます。はい。で、まあ、機関投資家にもですね、例えば、保険会社とかはですね、かなり、まあ、銀行とか保険会社かなり、固く運用する傾向にあります。なぜかっていうと、銀行もね、急に預金のいっぱい引き出したい人が来たら、これは確実にですね、この現金化しなきゃいけないんで、やっぱりいろんな国の国債を買ってたりとか、例えば、なんだろうな、アマゾンとかですね、ゴールドマンサックスとか、そういう社債とかをね、もう本当に、一口何十億みたいなね、そういうのを買ってたりしています。そのお金の一部がこういうビットコインとか、ブロックチェーン技術とかね、そういうところに、入ってくるっていうのはですね、非常に注目度ですね。特にブラックロックみたいな世界で、最大級のね投資会社がそういうことをしているっていうことは、じゃあ日本の保険会社もやっていこうかとね、世界アジアの保険会社もやっていこうかとか、銀行なんかもね、1% だけそういうところに回してみようかとか、そういうお金が入ってきやすくなるなということで、莫大なお金がビットコインとかイーサリアムとかそういうところに入ってくる、まあ、特に今回は BTC の、承認得られればビットコインに入るということになります。はい。新たに株とか不動産とか投資信託とかコモディティとは違う分野でクリプトとかですね、 Web3 のこういうトークンとか、そういうのが今後はね、ここに加わるんじゃないかということで注目が上がっています。新分野の投資対象ということで、まあ、これ我々みたいな人たちは
どういう影響があるかというとですね、例えばすごく控えめな性格の人はですね、やっぱりビットコインってなんかなんとなく怖いみたいなね、そういうイメージがあるんだけど、じゃあ例えば野村証券がおすすめしてくれる、そう ETF で国も認めてるような、そういう分野の商品であれば、野村証券が代わりにビットコインの売り買いとかもしてくれるので、まあそんなに怖いことはないであろうということで、謎のね安心感を持って、このビットコインがね ETF になって証券化されたことで、謎の安心感から新規の参入者が増えるんじゃないかっていう憶測も一部言われています。でまだ1ビットコインをねからしか買えないと思っている人も多いので、小口ですね、まあ自分でビットコイン買うのは高いから無理だけど、こういう ETF だったら一口1000円からいけるから買おうかなとかね、暗号ビットコインとかそういうのに連動するような ETF だったら買ってみようかなっていうので、新規参入者が増えていく可能性は十分あります。でかつ例えばいちいちそのアカウントですね、コインチェックとか、日本でいうとコインチェックとかビットフライヤーとか、アメリカでいうとバイビットとか OKX とか、そういうのはいちいち作んなくても既存の証券口座からそういうところに投資ができるっていうのも、いちいち作るのめんどくさいですよね。はい、なんで既存の証券口座からアクセスできるっていうのも、そのユーザーとしてはですね、ユーティリティ高いと思うので、そういう資金も入ってくるかなと。あとはそういう、それに派生してですね、イーサリアムとか、今後どんどん入ってくるのかなと思います。あとはですね、これ、まあ、この日本人に関して言うとですね、税制面っていうところも結構大きいと思うんですね。これ、いいっていうのはですね、所得の多い人は最大 55%。まあ、税率というと雑所得っていうね、考え方になるんですけど、自分の収入と合わせて、なんか、収入があったみたいなことで、じゃあビットコインで1000万儲けて、自分の年収が500万だったら、これを合算して、納税しなきゃいけないっていうことがあるんだけど、これが証券化しちゃうとですね、で日本で言うと 20% の納税でいいですよね。はい。こういう証券化されると、すでに、証券会社で優遇される税制、これは各国によって違うと思うんですけど、必ず恩恵を受ける国っていうのが出てくるはずなんですよ。はい。特に先進国、はい、なんで証券化されるとこういう税制面でも実はメリットが出てくるっていう国もね、特に日本なんかは海外の取引所を持っている人に関しては、日本に円に変えた瞬間に、じゃあもともといくら投資したんですか、100万です、結局いろいろ投資してビットコインで最終的に持って、それがいくらになったんですか、1億ですと、そうなると9900万、が税金の対象になっちゃうわけですね。その半分以上持ってかれるっていうことになると嫌じゃないですか。だから証券化されると持っていかれる税金も少なくて済みますよっていうことが一つの考え方としてあるかなと思います。あとはですね、やっぱりこの業界が発展していくためには投資家保護っていうのも非常に重要な議論になるかなと思います。はい、カストディーサービスっていうんですけど、そもそもカストディーって何なのかっていうとですね、もともとイギリスがですね、この資産運用の世界ではやっぱり歴史的に古いんですね。でそのイギリスで扱ったような、まあ、カストディ、なんか門番みたいなイメージなんですけど、まあ、具体的にですね、投資家の代わりに資産を保有し管理することを指すんですよ。で資産運用の世界では一般的で、例えば皆さんが何々証券とかね、例えば今回楽天ですね、楽天がこう経営危ないんじゃないかみたいな話が今出てますけど、仮に楽天証券が潰れたとしても、皆さんが楽天証券でNISA口座開いてたりとか、なんか楽天で何か投資商品を買ってても、楽天証券が潰れても皆さんの資産は1円も毀損することはないんですね。それは分別管理をしてるから、要はこのカストディっていうところにお金をね、第三者にお金を預かって管理してもらってるからなんです。なんで、まあ、昔バブルの時にですね、山一証券が潰れて、まあ、これは僕も小学校ぐらいの時ですけど、山一証券が潰れてですね、大事になったみたいな話ってよく聞くんですけど、あのバブルが弾けた時も証券会社にお金を預けてた人に関して言うと、分別管理義務当時からあったので、誰も損しなかったんですっていうことがあります。まあ、そういうね、その、投資家保護みたいな、そういう社会システムみたいなのがあるんですよ。で、この暗号資産もですね、実は日本でも、
この岸田政権になってからですね、まあ、こういう、まあ、安倍岸田の流れで Web3 やっぱその力を入れてるので、やっぱまず法整備で結構法律厳しいんだけど、カストディサービスをやっぱ作っていこうみたいな話でですね、こういう国内の信託銀行ですね、暗号資産のカストディが可能にということで内閣府が出してますよっていうので、ビットコインやイーサーですね、ビットコインやイーサーなどの暗号資産のカストディ業務は信託会社のみが対応でき、信託銀行により管理は禁止されていたけど、この度 OK になったよみたいなことが書いてあります。で、法定通貨に連動するステーブルコインや債券、不動産に紐づくセキュリティを含むデジタル資産の動向は世界的に変化激しく、日本においても規制面で、機動的な対応を求められているということで、こういうね、三菱かなですね、三菱 UFJ 信託銀行はブロックチェーンの基盤を技術にするデジタル資産に、こういうプログマっていうのをね、導入したとかって言って、まあ、簡単に言うとですね、ハッキングにあっても守られるみたいなね、ことなんかも法的に整備していくよっていうことが実際すでに起こってますし、ドイツ銀行ではですね、これ最近なんですけど、この世界的にですね、このカストディサービスをスタートしているっていうのもですね、この今機関投資家ですね、まあ、銀行さんとか保険会社がやっぱりこういうところをすごく気にするわけですよ。だって顧客の資産を預かっ てそれを運用するので、なんでこのドイツ銀行がですね、このカストディサービスを検討しているとかってね、これもこの6月に出たニュースになります。はい、こんな感じでですね、徐々に整備されていったりしています。はい、でこの市場規模もですねすごく多くて、今後10年で80億ドルの市場になるということで、例えばこの暗号資産のカストディアンって言われてるその信託銀行ですね、その信託銀行の株に投資をしていけば、これから Web3 がですねこう非常に有効になっていくので、別に暗号資産に投資しなくてもいいですよね。すでに上場している昔ながら このカストディ業務をしている銀行の株を狙いに行くとかっていうのも一つの投資戦略かなっていうふうに思ったりします。はい、こういうのでですね、機関投資家が安心して、投資できるような法整備なんかも今ねどんどん進んでいるような、この6月7月になっています。そしてですね、やっぱアジアでも盛り上がりを見せていて、香港がですね本気を出してきます。まあ、香港に